ですね、今日はですね、まあ言ったらこのぼやき場飲んでないシラフで、まあ、ちょっとうんちく、おっさんがうんちくみたいなのをちょっとやってみたいと思うんですけど、まあ最近ね、あのグレートリセット、金融リセットみたいな話ね、まあ、経済が不安定だ、経済が不景気だみたいな話なんですけど、もうすぐね、新札に変わるんですかね、通貨の切り替えみたいなのをやる、政府がやるって言って、まあ、言ってて、まあこれってね、グレートリセットっていうのは、まあまあ、ちょうどコロナが始まった頃くらいから言われてるんですけど、ワールド経済フォーラムの議長のクラウス・シュワブっていう人が提唱して、まあ、第4次産業革命と、まあ、新しい時代、まあ、環境問題、サステナビリティみたいなやつで、まあ、特にね、貧富の差とかそういうことが、まあ、言われてる、特にアメリカとかひどいんですけど、まあ、資本主義も限界かみたいな話なんですよね。で、なんかどうもね、グレートリセットとその金融リセットみたいなのが、まあね、同時にかかたられてる面があるんかなみたいな話で、で、まあ僕らいつもお金を使ってるわけなんですよね。で、要はまあ例えばその普段、例えばここから外に出て買い物するときに、いきなり食べ物の価格が昨日より2倍になってたりとかしてたら大変やと思うんですよね。日本ってその通貨の、日本円自体の国内での通貨の価値っていうのは、まあ結構ね、安定してるとは思うんですよね。アメリカは今すごいなんていうんですか、インフレになってるんですけど、まあね、それをね、取ってアメリカは経済が、GAFA とかが成長して、経済が成長してるからそういう状態やから日本よりいいんだ的な話もあるんですけど、金融リセットっていうのは、なんていうんですか、まあ、例えばその、平安時代とか室町時代とか、室町幕府とか、江戸幕府とか、明治政府とか、まあいろいろあるわけですね。まあ節目節目があって、多分きっと歴史の世界では、まあ多分その歴史の節目節目に動乱があって、1、リセットするわけですよね。リセットするっていうのは、多分ね、もう、幕府政府、明治政府って一応お金みたいなのを発行していくんですよね。で、もう、例えば用意ドンで、例えばまあこっからスタートしても、最終的にはしばらくしたら動乱が起こって、その政府が発行してる紙幣っていうのの価値が、まあ消滅するっていうか、またリセットになるんですよね。で、それがまあ今年、来年あたり、まあ特にまあ今年はなんかアメリカがのがなんかさ、大きなその経済ショックが来るんちゃうかって言われてるんですけど、で、まあ日本はバブル崩壊してから、その新自由主義経済、すべてその資本主義一色っていう考え方がいいみたいな風潮にまあなっていったわけなんですけど、基本的にやっぱ抗議理屈があって、やっぱしね、そのフランス革命とかそういうのとかでも、その貧富の差に耐えられなくなったら、そういう動乱が起こってリセットが起こるっていう考え方がまああるらしいんですよね。なんで確かにこういう理屈なんですよね。やっぱしね、その差がないと人間努力せえへんから経済も発展しないだろうっていう考え方がまああるんですけど、あまりにも差が大きすぎると、それは社会動乱になって、結局金融リセットを早めてしまうっていう理屈もまああるらしいんですよね。なんで、まあ、そういうことを考えずに、そういうことを考えずに、まあ、ただ単にその優れてるからお金持ってるんやとか、まあ、そういう考え方をすると、だからね、今そういうことを極限まで追求していくと、あれなんですよ、最終的には自分が生まれた国の通貨、まあ最終的には自分は大金持ちになったけど、すっごい貧しい人が自分とこの国にいて、その人たちが増えてきて、まあ最終的に
動乱になって結局お金をいっぱい集めたけどこのお金自体の価値がなくなってしまうっていうのがあるんですよ。だから今有名なビル・ゲイツさんとかはその、まあ、農地とかこれから食料危機が来るかもしれないんでその食料を作り出すための土地とかをまあ抑えてたりとかするわけ。要は現金じゃなくってそういうところにこうその資産を移していってるわけなんですよね。なんで結局ね新自由主義経済って言ってカルロス・ゴーンさん日産のカルロス・ゴーンさんもお金ガーッと持って海外に逃亡したんですけど今レバノンに別荘に住んでるらしいんですけどあんまりね、まあ、結局最終的にはねそういう人たちっていうのはもう逃げちゃえばいいやって感覚になって国家が崩壊していくと思うんですけど、まあ、金融リセットねグレートリセット金融リセットって言って金融リセットっていうのはまあやっぱそういうプロセスでやっぱしね徐々にその差がどんどん開いていくんですよね。でその差に耐えられなくなればその実際お金持ちが集めたお金も結局はその無になっちゃうっていう。でそれでまたガラガラポンして、まあ、新しくやり直すみたいな話なんですけどそうなんですよね。だからその日本経済もちょっと今ね難しい。なんで日本で稼いでもお金にならないから外国に働きに行くみたいなまあ話があるらしいんですよね。でそのね去年はね円高について言われてたんですけど、まあ、金融政策ですよね。で金融政策についてもちょっと政府との絡みで話したいんですけどで今ちょっとねアメリカ戦争が起こってるっていうのはあるんですけどまあ戦争によってただねコロナが来たんでお金をねもう大量にばらまいたらしいんですよね。でみんなもらったお金を株式とかに、まあ、投資してるらしいんですね。まあ主にその IT 系ですよね。ガファムって言われるやつなんですけど Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft みたいな形で。でまあ、もろん例えばみんなが買えば相場は上がっていくんでまあでもそのそうなんですよね。一時期は上がったんですよね。お金アメリカ日本と違ってその末端の消費者にいっぱいお金配ったんで。でまあ今のねアメリカのねインフレの原因っていうのはそれだけじゃなくって結局やっぱしその伝染病が出てきたことによって今までグローバル化によって成り立ってたそのサプライチェーンみたいなのがそのうまく機能してない面があるんで。まあ、物流とかもだからいくらお金があっても商品が来なかったらっていうことになるだろうし、まあ、そういうことで、ね、混乱してるっていうのもあるんですよね。でもまあ戦争は結構ねアメリカにとってアメリカ経済全体にとってはプラスになるんで、まあ、だからそれはアメリカが煽ってるっていう噂もあるわけなんですけど、まあ、そこにね日本が金利をねすごく安くしたらほとんどゼロらしいんですよね。んなら日本からお金借りてもほぼほぼ金利がゼロなんだったらそれでアメリカの株式を買えばいいっていう、まあ積立NISAとかもそれ言われてるんですけど、そうなると日本でお金借りてアメリカの株式を買うとみんなが買えば相場維持されるんで、これ相場維持されるっていうことをなんで言うかっていうのはまあやっぱ暴落したらダメだからっていうことで、まあだからそういうことで意図的に日本がその金利を安くして資金を提供してるっていうんですよね。でアメリカのその言うた株式とかそういうものを買うことによってその相場を維持してると。で相場がしてるっていうのがその現象として、例えばその日米でのその物価の差であったりとかに反映されてて、まあいつ戦争が終わるのかっていうのもあるんですけど、多分そのいう状況がいつまで続くんかっていうまあ話だと思うんですよね。それが例えばそのねその金利を低くしてる黒田日銀総裁っていう人がいるんですけど、まあ言ったら結局、まあ、日本政府って陰謀論的に言ったらアメリカからの干渉を受けやすいって言われてるんで、まあ実際はその金利安くしとけよみたいな。でそれは実際金利を安くするのはなぜかっていうのは、まあ、アメリカ経済を下支えするためにみたいな、まあ、そのせいでね、なんかその、まあ、日本人の一般有権者が、まあ、言ったら結構しんどい思いしてるのかなみたいな、まあ、ことを。でもう、まあ、アメリカ経済ね、
との貿易の問題もあるし、そのやっぱしそのまあ相互関係なんでね。だからまあ、まあ言うたら国防の面でも概ねなって日本ってまあ守ってもらってるっていう意識があるんで、まあアメリカさんの言うことに干渉されやすいっていう面があると思うんですけど、まあ、ちょっとつらつらつらっと喋ったんですけど、まあ、金融リセットの話ね。で今ちょっとね、まあそのまあ、アメリカもこれここ1年の間どうなるかわからないよっていう面と、やっぱしねそのテクノロジーが発達、まあ言ったらその仮想通貨の問題も言われてるんですけど、あのまあどうなるかわからない今年の大きなその経済的な動きがまああるかもねみたいな話と、まあグレートリセットと金融リセットはまあ必ずしも同義じゃないんですけど、まあね、その暴落する前にそのデジタル通貨に切り替わってしまうのか、それともなんかその、まあ、今年大きな暴落が来て日本にも不景気がやってくるのか、まあ、それともその大規模な金融リセットで、まあ、新しい通貨の切り替えってなんかそのまあなんかいろいろもあの意図があるらしいっていうふうな噂もあるんですよね。で、まあ、僕が言いたかったのはその人間政府が発行した通貨っていうのはいずれ価値がなくなるっていうことは歴史ということで、まあ多分ねそういうことでデジタル通貨にいいタイミングで切り替えようっていうことも起こってるんかもしれないんですけど、まあ貧富の差がねいいみたいなことは言われてたんですけど、まあ結局ねあの社会を安定させようと思ったら最終的にはまあインセンティブがあまりにも大きくなりすぎるとそれに耐えられなくなって社会って人間社会って革命が起きたりとかしてて最終的にはガラガラポンになるんで、まあ、まあ人間としてはできたらガラガラポンを起こさないようにできるだけ安定した方向で社会を維持しようと思ったら、まあ、インセンティブは若干抑えなかったらダメやけど、まあ、抑えある程度も抑えていこうが社会は安定しますよっていう、まあ新自由主義に対するあれなんですけど、まあでも今日はこれくらいで終わろうと思います。ちょっと長くなりました。ではさよなら。